場の雰囲気が変わりました。ね、真っ白の素敵な、ね、衣装でご登場いただきました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今回もこちらの CM 動画への出演決まった時の心境から聞かせていただけますでしょうか。とても嬉しかったですね。またおうち時間が増えたことによってより楽しみたいという方もたくさんいらっしゃると思うので、そのこう楽しみの一端を担えるのはとても嬉しいことだなと思いました。動画撮影の際のエピソードなどを聞かせていただけますか。いっぱいいっぱい本当に丁寧に入れていただいたコーヒーを目の前にお芝居させていただいてたので、とにかく香りが良くてですね、私のお腹がずっと鳴ってしまってそれでちょっと取り直しとかもあったりして、ちょっとこう恥ずかしい思い出があります。木村さんどうでしょう、はい、自宅でもドリップコーヒーってお飲みになりますか。いや、そうなんですよね。おうち時間が増えたことによってやっぱりより手軽に美味しいコーヒーを飲みたいというところで結構いろいろ試してますね。木村さん今日本当にありがとうございました。ありがとうございます。木村文乃さんでした。ありがとうございました。